12枚目の先駆けと東十両14枚目大紀鳳が土俵上、ともに1勝3敗同士と、うん、大紀鳳はちょっと元気ないですよね、うん、内容もよろしくないですよね。本当にあの上がってきた時はねすごい勢いで上がってきましたけど、やはり引き技が多かったり何か、ね、受ける相撲が多いのかなというイメージがあるんですが、そうですよね、時間かな、そうですね、4倍書いてますね、はい、制限時間いっぱいです。さあ、プリ組みました。うん、ちょっと上手が深いと前に出ないですね、1枚回したし、なんか変な取り方しましたね、あれ内側に、はい、手内側に危ないですか、よくわからんですよね、やってることが今大規模ですよね、こんなこと言っていいですか、いいんじゃないですか、あんな取り方見たことないんですけど、はい、あの1枚回しになった内側から手入ってましたね、